ちは。こんにちは。さあ前回に各チームの MVP と期待する選手、5位のチームをやりましたけれども、違うよ、今回5位のチームだよ。あ、そうですね、もう一回回していいですか。なんで今謝り動画だよ。謝り動画どうすればいいか、ちょっと横の動画見たお前なんかコメント欄に多いんだよね。何ですか、森藤の横乳すごいって、はい、なんだよ、なるすねて。いやいや、だから、はい、なんか俺を見てんのか、はい、お前の横乳見てんのか分かんない動画になってきたからな。あ、そうですか、豊さん、豊さん横乳、出っ腹だよ、横乳、出っ腹だよ、出っ腹と、じゃあ出っ腹と美味しい、ちょっとサービスショットでちょっと勘弁してもらって、すいません。そうですね、5位のチームです、はいはいはい。まずセリーグ、中日からいきましょう、はいはいはい。中日打者はやっぱビシエドっていうのは頭にあるし、はい、あ、活躍したなと思うのは周平がいるし、はい、あ、まあ結構ねちょこちょこいるんだよ、うん、まあ大島もそうだしさ。そうですよね、福田とかも活躍したし、うん、まあ、マッサー行く、うん、阿部、はい、とかいるんだよね。そうですよね、まあ京田とかも、あ、そうです、まあ、頑張ったのかなと思うけど、はい、まあその中でやっぱこうビシエドが、うん、全試合出てるでしょ、143試合で、周辺も首位打者争いしながら3割打てなかったでしょ、はい、で、ちょっと骨折をして、はい、まあ大島っていうのはもう平均的にやってくれる安定感のある選手だし、はい、で、福田っていうのは強烈なインパクトを残す勝負強さがある、はい、強打に至っては守備は本当に抜群に上手くなったんだけど、はい、やっぱ打率がもう物足りないとかさ、2割4分9厘ですよね、うんうん、だから出塁率も悪いでしょ、はい、3割飛んで2厘ね、で、強打のタイプだったら、はい、やっぱり4割近い出塁率は誇ってほしいなと思うよね、うん、だからまあそう考えるとやっぱビシエドだよね、やっぱりね。ビシエドですか。いやだってさ、うん、全試合出てて、はい、3割1分5厘18本、はい、まあ、名古屋ドームだからね。そうですね、そこ考えると。で、93で、はい、で、18本の3敗っていくつになる、70点ぐらいでしょ、はい、それをはるかに大きく超えて、言ったよね、ホームランの数の3倍ホームランバッターは打点を上げなきゃいけない、はい、それが93だったよ。あ、素晴らしい、素晴らしいでしょ、はい、うん、だからもうやっぱビシエド中心の打線だなっていうのがよくわかるし、はい、まあ、その中でよく活躍をしてくれたというね、うん、ビシエドのなんていうの、成績っていうのは安定してきてるよ ね、はい、ね、完全に日本の野球に慣れてるし、はい、日本のピッチャーの打ち方っていうのももう覚えたからっていう、うん、まあ、そんな感じがするよね。そうですね、うん、だから周平も、まあ、打率とか、はい、まあ、打点とか、うん、まあ、そういうものがいいんだけど、はい、まあ、出塁率っていう3、4、5、はい、3割4分5厘って周平が打率を残せるぐらいの可能性のある数字なんだよね、はい、だからもっともっと出塁率を意識して高くしてほしいなと思うし、試合数も、まあ、これはね骨折があったから、まあ、仕方ないんだけど、まあ、趣味の安定感も出てきてるし、はい、まあ、強くなるだろうなっていう選手が結構揃ってきてるよね。中日そうですよね、うん、でマスターが頑張ったね今年はね、阿部がね、はい、阿部選手129試合出て、はい、打率が2割9分1厘、はい、出塁率が3割3分7厘の打点59、はいはい、出塁率をもうちょっと上げてほしいけどね、うん、結構早打ちだから、うん、だからフォアボールっていうのはあれだけどね、はい、うん、まあそんなとこかな。だから野手部門ではビシエドかな、もうここは MVP。 そうですね、はいはい、では投手部門いきましょう、はいはい、投手部門は、はい、柳投手。柳頑張ったね、はい、11勝7敗、まあ、印象にあるのはさ、うん、千葉マリンで投げた時に、はい、風を意識してずっと練習をして、勝ち投手になってるんだよね、はい、まあ、すごくクレーバーなピッチャーだし、ただスタミナがないね。スタミナがない、うんうん、だから10勝間近でもう10勝いくときにすごく足踏みしたんだよね、うん、何試合も失敗してるっていう、はい、まあでも超えて11勝したから来季はもっといくかなという。ただ防御率が 3.53、うん、まあでも3割まあまあ合格点だよね、うんうんうん、
まあ、勝率も6割1分1厘、うん、ね。ということはこの期待することといえばそのスタミナ面というところですか。スタミナだね。スタミナと、うん、まあ、今年10勝超えたんで、はい、まあ、そこら辺の壁を超えたよね、一つね、うん、だから、まあ、昨年、あ、今年か、今年同じように投げれれば、はい、まあ、同じような成績は残せると思うし、ね、あと、はい、で、はい、もう一人、大野雄大投手、はいはい、昨シーズン復活したね、復活しましたね、9勝8敗、そうです、25試合に登板して9勝8敗、はい、勝率が、5割、割2分9厘、はい、防御率が 2.58、まあ、防御率取ったもんね、ね、そうですよね、まあ、ノーヒットノーランもやったし、はい、やっぱこのぐらいはやってくれなきゃいけないけど、でも今年を考えれば柳が支えてたね。あ、昨シーズン、うん、なんか柳がポン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 と勝っていったから、はい、よかったけど、だ大野って9勝8敗のピッチャーじゃないの。そうですよね。この成績に満足してたらダメだよ。絶対2桁勝たなきゃいけないピッチャーだけに、うん、2桁って言っても15勝前後勝ってほしいピッチャーだよね、うん、しかもずっと毎年それをね、こう維持し続けなきゃいけないっていう、だから毎年10勝しなきゃいけないピッチャーで、うん、まあ、防御率のタイトルは取ったけど、はい、今年に関して言えば、うん、MVP は柳、お、柳投手ですか、はい、そこは、ね、はい、さあ、そして期待する選手なんですけれども、はい、これはまず野手部門からいくと誰になりそうですか。阿部かな。お、阿部選手、まあ、さっきも名前挙げたけど、はい、やっとセカンドのポジションで落ち着いたんだよね、はい、で、やっぱり出塁率、うん、3割3分7厘、うん、まあ、強打もそうなんだけどさ、タイプ的にはやっぱり4割近い出塁率を誇って、2割9分1厘の打率、はい、だったらいいよね、うん、だから打率よりも1割アップぐらいの出塁率っていう風に考えておいてほしいよ。あ、なるほど。 だとしてやっぱり3割後半にはいっててほしい、うん、そしたらね、得点力が上がる。あ、俺昨年から中日は強くなる、はい、強くなった、強く今年は行くって言ってるでしょ、はい、で、そのためにはやっぱ全体的な出塁率を自分が残す打率の1割アップ、うん、これを考えたら結構な得点力がアップするよ。そうですね、だから、まずは1年だけじゃダメで、はい、今年もやっぱりやってほしいなと思う選手が一人、阿部選手、うん、はい、期待したいです。で、センターラインっていうのが課題だったからね、はい、洗い場が抜けて、センターラインの強化、まあ、強打っていうのは守備がいい、ね、阿部っていうのはバッティングがいい、ね、これをミックスさせて、センターラインの強化で、はい、そしたら強くなる。はい、さあ、そして、投手の方ですけれども、はい、期待するのは梅津投手。もう後半、彗星の男が現れて、はい、4勝1敗、はい、勝率8割、8割です、ね、うん、まあ、中日のエースに名乗りを上げるかっていう今年なんだけど、はい、いや、ものすごい期待していいと思うよ。防御率もいいでしょ。そうなんです、 2.34 なんです。でしょ、はい、だから今年のこうブレイク、これが楽しみでしょうがないね、このピッチャーは。ああ、そうですか。まあ、上茶谷というね、はい、ライバルがセ・リーグにいて、はい、で、ソフトバンクには甲斐野というね、はい、ライバルがいるという、うん、まあ、その中で梅津がちょっと出遅れたけども、今年十分取り返すぐらいの活躍が期待される選手だよね、梅津投手。あ、うん、でも、もう一人いるんですよね、はい、期待する選手。誰？小笠原。あ、小笠原ね、はい、2015年の第一です。 これはね、この選手は、はい、まあまあやるでしょ。まあまあやるでしょ。昨シーズン、いや、手術したんだよね。あ、それで復活してきて、そうなんですね、あんまり投げれなかったけども、はい、7試合に登板して昨シーズン3勝1敗、防御率 2.56、まあ小笠原はやる、やる。だって小笠原は梅津よりも経験者だし、はい、ね、ずっと前から投げてるから、はい、まあ、高校から入ってすぐ投げ出したのかな、うん、だからキャリアもあるけど、はい、まあ、ちょっとした手術があったりとかいろいろしたから、はい、まあ、成績的にはちょっと物足りないけども、まあ、梅津同様ね、はい、右と左のエースという若手が出てくると、うん、大野が黙ってなれないだろうし、うん、そうですね、
まあ、柳がいいね、はい、味を出してくるという。だから中日は今年ものすごく期待できるかなっていうふうに見てる。そうですね、じゃあどちらにします？いや、それは梅津。それはもう梅津としていきますか。だから中日の昨年の打者の MVP はビシェド、はいね、投手は柳で、今年期待する選手は阿部と、梅津ということでね、うん、これで決まりでいいですか。まあ、今名前を挙げていった選手が活躍すると本当に中日強いから楽しみですね。楽しみ、どのぐらい上位に食い込んでいくのかというところが、はい、で続いてじゃあパリーグいきましょうか、はい、パリーグは日本ハムです。お、来たね、はい、日本ハム、はい、まず打者コンちゃん、はい、近藤選手。コンちゃんはしぶといよね。コンちゃんの出塁率のタイトル取った4割2分2厘すごいです ね。でフォアボール、まあ、打率がさ3割飛んで2厘でしょ、はい、でも打率よりも1割アップ以上の出塁率を誇ってるでしょ、うん、そうです。だからこういう選手がチームにとって一番心強いんだよ。出てくれるっていう、出てくれるっていうことだ。出るっていうことは相手にプレッシャーかけるっていうことだからさ、はい、まあ、ちょっとあの中日に話したように出塁率が悪いという、うん、だからこういう選手を、しぶとい選手をちょっと見習ってほしいなっていうふうに思うよね。豊さんがやっぱ注目してるのはそのフォアボールが103っていうところ。103、これしぶといよ。ピッチャー嫌ですね相手。だってフォアボールを取るのにさ、はい、最低4ついるんだよ、4球いるんだよ、はい、でも4球で済まないでしょ、はい、やっぱり1球ぐらいストライクやるでしょ、やっぱ6球ぐらいいると思うんだよね。だからピッチャーにも球数を投げさせてるという、はい、疲弊をさせてるという意味では、うん、近藤のこの103というフォアボールってのは価値あるよね。そうですよね。そして、まあ、2人目に挙げたのが太田大志、はい、太田大志も、はい、なんか怪我しちゃったんだね途中でね、でいいペースで行ってて、で、まあ、20本ホームラン打って、まあ、キャリアハイだよね、はい、打率が2割8分9厘、出塁率が3割2分5厘、だから、ね、2番打ってるでしょ、2番打ってて、まあ、確かにホームランだとか打率だとか、まあ、いいよ、いいけど2番打ってる出塁率が悪すぎる。2番だったらもっと上げていかない、もうちょっと上げてほしいなと、うん、それとボールを使ってくるから太田大志には、はい、なぜかというとホームランがあるから、だからそんな簡単には勝負してこない、うん、その価値を高めるためには出塁率をもっと上げてほしいよね、うんうん、4割とは言わずもう3割8分お、はい、ぐらいは上げてほしい、はい、そして中田翔選手も、はい、中田翔はちょっとやっぱり打率、うん、まあ打点ちょっと物足りないよ ね、 そうですね、彼の持ってるポテンシャルからすると、はい、やっぱ昨年ちょっと悪すぎたかなという感じがする、ね、そうですね、打率が2割4分2厘で打点が80、ホームラン24です、ね。ただね、中田翔は、はい、例えば2割5分でも打点を100上げれる選手なんだよ、はい、そのぐらい勝負強い選手なんだよね。だから札幌ドームで30本、40本打てるっていうのは、それはかなりきついよ、うん、でも30本は打ってほしい、はい、30本打ってほしいし、打点も100いってほしい、うんうん、なぜか分かる、コンちゃんが前を打つケースが多いから。そっか、だから常に、うん、いる感覚だよ、コンちゃんの前、ね、まあ、中田翔の後ろを打つケースもあったけどね、はい、コンちゃんはだとしたらそうですね、うん、打点だったりとかも、うん、もうちょっといる、うん、だからそういう意味では、まあ、近藤だろうね、MVP は。ただ俺は物足りないよ、まだ怖いバッターになってないよ、出塁はするけど怖いバッターにはなってない、それはコンちゃんも言ってたから、まあ、何回も、まあ、動画で、前の動画でも言ってるけど、今度はもっと怖いバッターになれるはずだし、うん、ならなきゃいけない、うん、でも MVP は近藤だね、近藤ちゃん、はいはい、じゃあ投手部門の MVP は、はい、これはもうダントツで有原、ついつい許さないもん、誰も有原についてこれない、15勝8敗、はい、勝率6割5分に、防御率が 2.4、はい、もう圧倒的ですね、圧倒的ただ、はい、ちょっと、うん、あ、そうなんていうのかな、うん、要求したいのは、キャッチャーにね、はい、キャッチャーにフォーク止めろと、
これで失点してるケースが多いもん。もったいないですね。もったいない、まあ、それだけやっぱり意欲があったりだとかするわけだけども、はい、まあ、それさえなかったら、まあ、タイトルに3部門タイトル取れるチャンスがある選手だよね。だから、まあ、今年もおそらく安定した成績は上げてくれると。もうすんなり取っちゃいましたね。もう MVP じゃあ期待する選手、野手の方行きましょうか。いやもうなんつっても清宮だよね。もう背負って、これから背負っていかなきゃいけない選手ですから、ね。まあ、春先骨折あったよね、はい、この手首のね。で話をした時にちょっと、まあ、なんか違和感があるんですと。なんか前振ってた感じとはちょっと違うんですって、はい、でも同じ骨折をした宮崎でやるでしょ、はい、DeNA の、うん、この前結婚式で会って、はい、話聞いて、お骨折大丈夫かって、いや下おかげで、うん、めっちゃくちゃ感じが良くなりましたって。いや人によって違うんだよね。メス入れてこう縫ってるから、はい、違和感が当然あると思うじゃない、はい、宮崎は、いやいや絶好調です。不思議ですね。で清宮に聞いたら、いや前に振ってた感覚が戻ってこないんですよって言ってた。はあ、だから清宮はすごく、はい、故障っていうか骨折が痛かったけども、うん、はい、でも数字的にはもうめちゃくちゃ物足りないよね。ホームランが7本、はい、打点が33、で打率が2割飛んで4厘、出塁率が2割7分、はい、これじゃダメだよね。でも潜在能力からすると3割30本100打点の選手だから、はい、だから早くそういう風になってほしいな。もう本人ももどかしいでしょうね。いやもどかしいと思うよ、うん、でライバル村上がいるでしょ、はい、村上世代って言われるようになるからね。もうそうですね。今まだギリ清宮世代って言われてるけど、はい、もうそのうち村上世代になったら清宮終わっちゃう。そのぐらいの危機感を持ってやらないと。じゃあ本当に今シーズンがものすごく大事になってくる。なる、今シーズン、ね、だから期待をしてる、はいね、はい、そして投手の方の期待する選手は、はい、堀投手、左ピッチャーのね、はい、ショートスターターで使われたんだよね今年、うん、とかリリーフとか、はい、このピッチャーの能力を見てると俺は先発で十分いけると思う、左の、はい、で球も速いし、キレいいし、ちょっとサイドスローから来るピッチャーなんだけど、もう一つ二つ球種を覚えると10勝は間違いなくいける素材のピッチャーなんだよね。今年はね、4勝4敗、まあ、53試合で昨年ね、はい、あ、昨年は、はい、乗りましたけれども、うん、能力的には若いし、はい、先発で育ててほしいなって思う選手なのよ。ただチーム事情があって、はい、まあ、ショートであったり長継ぎであったりをさせてるけど、このピッチャーの将来を考えた時に俺は絶対先発で行ってほしいなっていう希望がある。そうなんですね。どうなんですか、今シーズンそのあたりどう使われるんですか。いやどうなんだろうね、うん、それはもう栗山監督に聞かなきゃ分かんないけど、うん、栗山野球人だったらこの堀の能力っていうのは俺も勝ってるはずなんだね。ということは小さく育てないでほしいっていう希望があるわけ、はい、だから、うん、先発で今年は見たいなっていう希望がある。その希望を込めての、うん、期待の、まあ、能力的にも期待してるし、はい、ね、うん、はい、だから日本ハムは、はい、MVP が近藤選手、ね、ピッチャーでは有原、はい、期待する選手は清宮、うん、まあ、投手は堀、うん、ね、いいですね、はい、頑張ってください。頑張ってください。